グラーデンバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍西部の市である。グラーデンバッハ市は、地域区分ベスターバルトの東の市民役沿いに位置する。この市民役は、その中央に位置する。本市にちなんで、グラーデンバッハ山地と呼ばれている。本市は、ラーンディルベルクラント自然公園内に位置する。現在の地域は、歴史上のアムト・ブランケンシュタインの、 ウンターゲリヒト地域と一致する。ウンターゲリヒトは、旧ビーデンコプフ軍の東南東部分を含み、ヘッセンのヒンターラントの名でも知られている。市の南部地区であるバイデンハウゼン、エルトハウゼン、グラーデンバッハ、モルヌスハウゼンの各区を、バートエントバッハ町内で湧き出したザルツベーデ川が、西から流れ下り、さらに東のローラ、フロンハウゼンを抜けて、 ロラー市内のオーデンハウゼン近郊でラーン川に合流する。北部に位置するルンツハウゼン、ベルンハウゼン、ジンカースハウゼン、フローンハウゼン、フリーベルツハウゼン地区を、やはり西から東にアルナ川が流れている。この川はさらに東のバイマルを通ってザルツベーデ川、川口より上流でラーン川に合流する。バイタースハウゼン地区は、アルナ川の支流である大江川沿いに位置する。 ザルツベーデ川とアルナ川、およびその流域に含まれる、小さな支流は、尾根によって、互いに隔てられている。地域は、その全域が、地域区分上、グラーデンバッハ山地に位置する。中核地区を含め、ザルツベーデ川流域の地区はすべて地域区分、ザルツベーデターールに属す。ただし、ラーヒエルスハウゼンはすでにボッテンホルン高地への移行部にあたる。これに対して、 アルナ川沿いの北部地区はすべて地域区分、ダムスホイザークッペンに含まれる。またアルナ川下流及びその流域にあたる、フリーバーツハウゼンやリューヒエンバッハをはじめとする、東部全域は、エルンハウゼンミヒエルバッハ盆地に属す。地域の南部は、ゾルブヒエの連山に及ぶ。この地域では、グラーデンバッハの長域の高度は、海抜459メートルを超える。 最高地点は、ボッテンホルム高地の東端にあたるダウプハウスの552メートルである。グラーデンバッハ市は、北は、ダウトフェタール、北東はマールブルク、東は、バイマル、南東は、ローラ、南西は、ビショフ,フェン、西は、バートエントバッハと境を接する。グラーデンバッハとマールブルク、バイマル及び、ローラをつなぐ主要な交通として、 連邦高速道路255線がある。グラーデンバッハ市は以下の15地区からなる。1655年に出版されたマテウス・メリアンの同版画に描かれたブランケンシュタイン城グラーデンバッハは1237年に裁判所の所在地として初めて文献に記録されている。それ以前12世紀の後半頃にグラーデンバッハの騎士が 現在はその城市だけが残るブランケンシュタイン城を建設した。この城は何度も破壊されては再建された。しかし、1647年には、とうとう城管は再建されず、役所だけが建設された。1775年から城壁跡は石切り場と化した。1937年にグラーデンバッハは都市圏を得た。市内のモルンスハウゼンと、 エルトハウゼンとの間で、1822年に、ツーバッハの郵便強盗事件が起こった。経緯の詳細は裁判記録として残されている。この記録は、フォルカーシュレンドルフのテレビ映画デアプロッツリッキー、ライシュトゥムデアアーマン・ロータ・フォン・コンボックの元となった。2004年、合法的に届け出がなされたよそ者のネオナチによる、パレードが4回行われ、 警官の大規模な援護召集がなされた。このパレードは大規模な反対デモを引き起こした。この反対デモは学校長ジークフリートザイラーの呼びかけで教会、社民党青年会、ドイツ労働組合連合を及び市民が共同して結成された市民連合により組織されたものであった。極右活動家の中心はグラーデンバッハ、キルトルフ、マールブルクであった。 約30人の極右主義者と多くの進化を要する最大の極右団体がアクションスバンドニーズミトルヘシンで定期的に交流集会を開催していた。ABM はヘッセン内務省による取り締まりを避けるために2004年末に自主的に開催した。活動家は他のネオナチグループで活動を続けた。ABM はヘッセンで 最も活動的で最大のネオナチグループであった。グラーデンバッハ市議会は37議席からなる。本市の紋章は上下に分割。上部は青字で中央から姿を表す赤白3本ずつの横島に彩色され金の冠を被ったヘッセンの獅子下部は緑地に金色の斜め十字。獅子はかつてヘッセン砲白領に属したことを象徴しており、 斜め十字はそれ以前のメーレンベルク家の影響を表している。グラーデンバッハは、司法上は、ビーデンコプ副裁判所、マールブルク地方裁判所の管轄下にある。ブランケンシュタイン上司ゲオルクルートビヒハルティヒベークと、ハルティヒの記念碑、ゲオルクルートビヒハルティヒ公園は、多くの芝風広場を持つ広い公園施設である。この公園は、グラーデンバッハ出身の林学者、 ゲオルクルートビヒハルティヒを記念して造営された。公園内をゲオルクルートビヒハルティヒベークという象形が通っており、その傍らにはハルティヒの記念碑もある。ありがとうございます。